这次几乎都是说阳给你介绍吗？话也不是这么说的，但是请继续说。那我觉得我这边可能也要给你介绍一些。失礼します。お待たせしました、カズナです。久しぶりです。もうあの私ご飯用意してますんで、よかったら皆さん一緒に食べませんか？ジョニーさん、我跟你说，日本女生的话，她们都会这样把筷子、把东西、食物都摆好好的。我一直以为这种事情是只有雅士才会做，不是全部的日本女生都做。没有没有，全部的日本女生都会做这个事情。什么？そういえばジョニーさんはどんなお仕事されてるんですか？あ、彼はね、台湾で地下室持ってるんです。で、その地下室の中に。女性の方いっぱい出しゃるんです。そうなんですか。そうで、しかも最近はちょっと募集中らしいです。没关系，不用介绍我的事情，我对他的工作比较有兴趣。私は歯医者をしています。ある友達から聞いたんですけど、ナースの方で頑張れば年収1000万になるんですよ。でカズナちゃんだったらどこまで行けると思います？そうですね、私だったら自分のクリニックを持ったら多分何億円でも稼げると思います。何億？実は私台湾すごく好きで、今年の2月にもランタンフェスティバル見に台湾に行ったんですよ。マジで？他に台湾で残った印象なんかありますか？台湾に行った時に日本と同じように歯医者の数がいっぱいだったのが驚きました。日本だとコンビニより歯医者さんの数が多いです。Do you care if your future partner makes less money than you do? It's okay. 私が歯医者さんになった理由はおじいちゃんからの助言で、自分一人でも稼げるから歯医者になったらって助言してもらってなりました。カズナちゃん、 I don't want to work hard anymore. 大丈夫ですか？よかったらどうぞ。すみません。Johnny, 你看日本女生就这样啊，真的很棒。二人とも頑張らなくていいんですよ。私が頑張ります。Johnny. Hi. When you go out a date in Japan, usually guys pay. How about Taiwan? If you come to Taiwan, you can eat whatever you want and I'll pay.